海霞は、中華人民共和国中国中央電子代のニュースキャスター、司会者。河南省邸州市生まれの海賊。中国電中立大学、北京市範大学卒業。1972年、河南省邸州市環状海賊区に生まれた。河南省実験幼稚園小学、邸州市抜きご祖地一小高中、邸州市海民中学卒業。1989年に、 北京紅派電影学院派をと週持芸術学院に入学した。1993年に卒業、中国中央電子台に入り、国営放送のメインニュース番組、馬刊新聞と万刊新聞のアナウンサーに抜擢され、2007年12月6日から、国営放送のメインニュース番組、新聞連覇のキャスターを務めた。2008年1月25日に、 第11回全国政教委員に選ばれた。2011年6月、河南省青年連合会第11回委員会副主席に当選。2014年5月、河南省直属機関青年連合会に名誉主席の称号を授与された。2007年12月、金話市東電子派音作品賞を受賞する。2000年10月、超高学者特兵教授。 聖火大学教授の浦久師匠と結婚、かずを設けた、ありがとうございます。